はい、こんにちは、こんばんは、やっほーここです。はい、今日なんですけど、明日からなんとちょっと気温がめちゃくちゃ下がる、寒いで、最低気温がマイナスになるということで、明日から3日間が、やってくるとのことなので、急遽じゃあ今日はこの屋外のランチュウたちとか、あとミニランチュウとか、ね、メダカさんとか、コメット、ピンポンパール、みんなちょっと凍らないようにね、水が減ってないかとか、そういうところをチェックしながら、今日はあと少し水替えもして、明日以降に備えたいと思います。何これ。まあかれこれ数ヶ月はね、まあちょこちょこ見に来ていましたけど、まあ手つかずな感じ。はい、まあこんなちょっとぐちゃぐちゃって、これは直射日光よけでやってます。水温が上がったり下がったり激しくないようにねしてる。メダカでピンポンとランチュウ、興味識の子かな。ここはコメットさん。え、待って、ちょ、そうでしょ、ちょっと待って待って、大丈夫、大丈夫？10度、こっちもやっちゃう、やっちゃう、こんな感じ。すげえ。おお、すごいじゃん。ミニランチュウたち、この大きさで生きてる。え、大丈夫か、みんな。生きてんのか。飛び子が入ってる。これはユリシスのメダカの中にランチュウの子と興味識の子が入ってるはず。4匹かな。あ、待って、大丈夫か。あ、生きてるね。いや、ランチュウたち大丈夫、大丈夫かな。
ちょっと本当に汚れを取り除いて、まあ3分の1くらいお水を変えてあげたいと思います。あとこっちもやっていきます。よし、結構ね汚れてます。まあ軽くそーっとね、そーっと取り除きながら全体をお掃除して、まあ水替え兼水深もね凍らないように新しいお水をね入れてあげようと思います。同じ水温かどうかちゃんと気にしながらやった方がいいかな。よいしょ。では次にミニランチュたちやっていきます。結構汚れてる。おすごい。補助食の苔を食べていたんですかね。あの一匹だけいるユルシスも元気そうです。気温は、水温は10度。でこの水草が元気っていうところもすごいよね。うん、みんな頑張って生きてる。今ざっとこのミニランチュのところの、こっちじゃなくてまだこっちなんですけどの、まあ、水替えと汚れを取っていたら、7匹の死骸が見つかりました。やっぱりこの小ささで寒い冬を耐えるということは本当に大変なことだし、辛い中でねよく頑張ってくれたと思います。本当に現在こうやって泳いで、あのいる子も毎日寒さに耐えていてくれて本当にね頑張っていると思います。本当にね冬を耐え抜くことは試練なんだなと実感させられます。次はこっちをやっていきます。マスク熱い。こっちは死骸とかないよ。うん、はい、次は飛び込む入っているユリシスの水槽やってきます。なんだけどこれこんなにねもう浮き草が占領してしまいました。ちょっと軽くちょっ と取り除こうかな。うん、あすごい。はい、これくらい残します。ここはすごい環境が良かったから多分だけどみんな元気でいてくれてると思いますね。元気そう。トビコたちどうなったかな。この葉っぱがまたすごいね。おこれはカラーなんですけど、ちょっとまあ枯れてるとこもあるけど、この寒さでもこんなになんか元気ですね。素晴らしい。
あ、黒い子いた。ちょっといつもより水深高めで行きます。よし。よし。もう水深対策バッチリで、こう思っていたよりもみんな元気にしてましたね。はい、はい、次はこのメダカの方をやっていきます。ここはユギシ、あー違う、あーぼけてる。ここはマリアージュ系のコケチが入ってます。結構赤ちゃんも2匹くらいいたんだけど、あ、そう、この子ちょっとこういう青緑を取り除こう。あ、少しはあってもいいんだと思うんだけど、あ、これ根っこなのかな。すごいな。ここは姫だか、唯一の昔から姫かのきっかけとなった姫だか、ここは取り除いてあげましょう。ここはカシミズだけ。ここも、これは根底かな。これも足し水だけ。ここ、これは私がちょっとお気に入りの、なんだっけ、紅白。あ、紅白じゃない。小町。小町ちゃん。すごく去年増えて、大家族が住んでる。いや、ちっちゃな赤ちゃんもいるから、どうなってるかな。たまに見に来てはいたけど、みんな暖かい日は水面にちらほら出てました。あれ、どうかな。いるじゃん。元気そうです。かわいいね。あんな子生きてるよ、まだ。あったかいよね。波いたしてるからね。でもすごい。こんなちっちゃな赤ちゃんとかが、ちゃんと元気にしてくれています。はい、ここの一列も、お水満タンで新しくお水も入って
このね小鉢も綺麗になりました。ここでミジンコを、すごいすごい風、ここにミジンコ入ったんだけど今はいないね。休眠中かな、休眠中。また暖かくなったら出ておいで。コメットの船に来ました。最後2個、このビニールハウス2つになりました。頑張ります。なんかペコちゃんが見える。ペコちゃんだよねペコちゃん、よし。去年ね、途中からここにお外に引っ越してもらったピッポンパールペコちゃん、今回ね初めての冬越しになるんですが、現在もこんな感じで元気にしております。このまま春までねこの状態でいってほしいと思います。今のところ病気などもしていません。そしてね、競技式の赤ちゃん、この子も無事です。元気です。もう一匹来ました。最後です。こうやって終わりたいと思います。よし、ここが五色のいるところです。こっちはほとんどが光景で、ちょこちょこ緑光と百色の子がいます。赤ちゃんいますね。赤ちゃんも元気、ちっちゃい子も元気だ。え、見えない。15度ある。すごい、あったかいじゃん。さすがビニールハウス。あ、こっちの子もみんな元気じゃん。よかった。私こんなちっちゃいねだるまの光景のだるま生きてます。かわいい。はい、この1月も全部終わりました。よし、はい、手がうまくね、また冬眠の体勢に、波板を押したりですね、直射日光を避けたりして、冬眠の体勢に戻しました。はい、ということで今日は本当に急な動画になってしまったんですけど、だって
明日からね、本当に3日間すごく冷え込むということで、今日はね、やったことは屋外の子たちの水位のチェック、氷が張らないように、あと、糞のお掃除、それを兼ねて、そこに沈んでいる、嫌だけど死骸がないかとか、そういうのをチェックして、であったら取り除かないと、そういうのが水を腐らせてしまうので、そういうチェック、そしてちょっとだけ3分の1くらい水替えをしました。あんまりドバッと一気に水替えはやめた方がいいなって思っていて、急に水質が変わってしまうと体調崩しちゃう子が増えちゃうと思うので、少しだけ水替えをしていきました。はい、皆さんも体調に気をつけながら楽しくアクアリウムライフをお送りください。それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。心よバイニャー。寒い